鳩山春子から1938年7月12日は、日本の教育者、教立女子大学創立者の一人、旧聖多が、津田梅子、安井哲、成瀬二蔵、横井玉子、といった関子などと並ぶ日本の女子高等教育の基盤づくりに活躍した、明治クリスチャン教育家のうちの一人である。夫の鳩山和夫を検査として助け、 後に連なる鳩山一族の石とも言うべき存在であり、息子の鳩山一郎のために、立憲政友会の別の候補者を辞退させ、当選させたことが、東水県看板問題や鈴木木三郎に、つながり軍部の戦後の増大を間接的に生んだが、戦後多くの子孫が、政治、経済、学問の道で活躍した。1861年3月23日に、 信濃国松本藩市、渡辺光栄門と佐都子の御女として、長野県松本市に生まれる。明治になって一家は、田賀と改正する。1874年4月、竹橋女学校に入学する。1877年3月、竹橋女学校の廃止につき、新設の東京女子師範学校別館映学科に入学する。1878年7月、 東京女子師範学校別科英学科を卒業する。同年9月に東京女子師範学校師範科本科に入学する。1879年5月13日、アメリカのフィラデルフィアフ女子師範学校入学の許可が降りるが、8月に政府の都合により留学が中止する。同年9月に文部省の依頼によりお茶の水東京女子師範、学校師範科に復旧し、 一級昇進する。1881年7月30日に、お茶の水東京女子師範学校を卒業する。同年8月9日に、母校のお茶の水東京女子師範学校に就職する。同年11月に、鳩山家にとつぐため辞職する。1881年11月16日、鳩山和夫と結婚する。1883年1月1日、 長男の鳩山一郎を出産する。1884年2月4日に、次男の鳩山秀夫を出産する。同年6月2日に、東京女子師範学校御用がかり拝命。1886年2月20日に、新設の文部省直轄東京高等女学校より御用がかり拝命。1886年3月に、 宮川保全と共に協立女子職業学校の創立に参加。本務の傍ら、教授職も務める。1895年11月に、高等女学校の設備がない地方に第2本、女学会で通信教育を開始する。その後高等女学校が普及するまで十数年、継続する。1899年1月に、 協立女子職業学校の財団法人化に伴い、将棋委員となる。1912年4月に協立女子職業学校に家庭科を新設する。1913年に東京女子高等師範学校講師となり、職員を兼任する。1914年に協立女子職業学校の理事となる。1916年3月31日に、 協立女子職業学校の副校長となる。1922年10月30日に学生半仏50年記念式で東京市教育会長から表彰を受ける。同年12月8日に協立女子職業学校第6代校長となる。1923年9月1日に協立女子職業学校の校舎、寄宿舎が関東大震災により消失し、 復興に全力を尽くす。1924年2月11日に、君六等随法賞を受賞する。1925年4月に、協立女子職業学校に専門学校を閉じ、初代校長となる。1927年4月に、協立女子職業学校にて、女子技芸講習録を編集し、1年間の通信教育を始める。 1927年5月27日に、ローマ教皇ピウス11世より1925年、青年祭記念不教博覧会功労賞を受賞する。1927年12月に、日本婦人海外協会顧問を職卓。1928年2月1日に、大礼記念国産振興東京博覧会評議委員を職託。同年5月に、 東京府下中学校博物教育会の参上員として推挙される。同年6月1日に、漁計記念婦人子ども博覧会顧問を職託1928年6月16日に、帝都教育会長から表彰状と交配を受ける。1928年10月1日、教立女子職業学校長に続いて、教立女子専門学校長を兼任する。 1928年11月10日、君後等随法賞を受賞する。1938年7月12日に78歳で亡くなる。同日に諸君四等随法賞を受賞する。ありがとうございます。